全部山々六左に西塚古墳、中央に上野塚古墳、右にぬか塚古墳がある。上野塚古墳は福井県三方上中郡若狭町脇袋にある古墳。形状は前方公園墳。上中古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。若狭地方では最大規模の古墳で五世紀初頭頃の築造と推定される。 福井県南西部、若狭地方中央部にある全部山の西側山麓に築造された前方公園墳である。この全部山々麓は、本古墳含む7基からなる、脇袋古墳群が映像された地域であるが、特に、若狭地方の広域主張墓とされる古墳3基を含み、王家の谷に偽される地域になる。本古墳は、脇袋古墳群の中央部に位置し、 これまでに1992年に発掘調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を北方に向ける。噴球は三段築成噴球長は約100メートルを測るが、これは脇袋古墳群引いては若狭地方で最大規模になる。噴球表面では吹き石。埴輪のほか樹立した状態の木製埴輪が検出されている。 噴球周囲には縦型の集合が巡らされており、集合外邸の内側斜面は吹石で覆われ、集合内からはやり形木製品、板材が検出されている。この上の塚古墳は古墳時代中期の5世紀初頭頃の築造と推定される。若さの主張墓としては最初の築造で上山古墳に先立つ時期に位置づけられる。被葬者は明らかでないが、後輩の 全部山の名にも見えるように、一体の脇袋古墳群引いては、上中古墳群は、若狭国像の柏での一族の主張母群と考えられており、本古墳もその一つと想定される。古墳域は1935年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、ありがとうございます。